さて、あのね、アマーのことをね、例えば、一番よう知ってるのはね、本当のこと、状況分かってるのは EU とかね、あるいは、アメリカ合衆国の、ね、CIA とかですけどね。実は NASA とかペンタゴンがいまいち分かってなかったんやけど。ね。で、だからその報道できるわけないやん。なんだけど、政教分離の法則があるし、政教分離にうるさいのは EU やろ、そもそも。な。で、その言い出しっぺの EU が、その、ヨハネ黙示録などの世界中の至るところの予言に、書かれたことってうちに関すること。もう要するにマルコ十世選んである地球っていう人間の女性の卵子の上にあなた方が寄生虫のように住んでるっていう事実は宗教用語に書かれていた内容のことですって、政教分離の法則があるの言えるわけないやろ。で、一方宗教関係者たちも他の宗教との競争、競合関係があって、うちのこと言えるわけないやろ。ましてや、うちんとこの予言が正しいぞ、他のとこの予言は違いましてね、とか言ってたら、もう誰も言えるわけないやん。ね。だからうちのことは報道されへんねん、実は。おかしいやろって。な、主やったら報道されるやろ、放送されるってされへんやろ。まあ、実際、うちにしょっちゅう嫌がらせしてきてる、その伝染病の奴ら。あいつらの汚い音映るから。伝染病って呼んだってんだけどな。あいつらのことかって報道されてへんやろ、全然。大したことじゃないねんだから、実は。超安全と爆音族のことも。で、地球の陸地が沈むってことも、まあ、大したことないわけだ。ね。もし大したことなら、放送されてる。日本中で迷惑行為を続ける超安全運転爆音族があって。報道されるやろ。どうやら彼らは創価学会のようですとかな。ちゃんと報道されるやろ。でも報道な、あれが嫌がらせ。運転。な、明らかに嫌がらせやな。でも報道されへんねん。な、ましてや、うちのこと報道されるわけないやるけ。